それでは本日もボートレーサー村の展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、5日間シリーズで行われておりますデイリースポーツカップ、本日2日目を迎えました、はい。さあ、長谷さん、昨日初日なんですが、あのね、打ち合わせした時も話しましたけど、はい、荒れましたね。荒れましたね。僕にとってはやっぱ予想する側としてはね、はい、そんなにも荒れてほしくないんですよ ね、 そうですね。やはりあの本命との方じゃないですか、はい。でも昨日のやっぱりあの満州でも8万円というのが2本出たんですよね。はい、2本出ました。その他にもまた満州が出てね、はい、いや計4本の満州決着でした。取った方はいいでしょうね、もう気持ちいいでしょうねもう当たった当たったってね、はい、うん。でも僕なんかで言うともう、ああ、予想が外れたというかね、うん。でも原因は何なんだろうかってやっぱり考えないといけないと思うんですよね。はい、何でしょうか。あのね、やっぱり前節と違うのは、まあ、気温が高いっていうことね、はい、10度超えてる。で虫で昨日は余計ね雨が降ってね、はい、回らない状況になったんで、まあ、昨日の段階でまだペラ調整が難しいらしいんですね。回らないからちょっとペラを回していくと回りすぎるとかね、はい、その辺の兼ね合いが難しい。あとはね、風向きがコロコロ変わってたんですよね、はい。えらいのが最初は追い風から始まって、中盤には向かい風になって、また最後は追い風になって、はい、んでね、そのレースでね、風向きが変わった瞬間の選手っていうのは、はい、スタート展示と本番が違うのでね、特にインコースの選手はね、はい、やりにくかったって言ってましたね。ああ、そうだったんですね。それともう一つ、やっぱ波乱の原因は遠藤恵美選手がね、はい、まあ、転覆をして怪我をされてね、12レース欠場されたということがやっぱりちょっと一番の波乱なのかなとも思いますね。そうですね、うん。さあ、2日目もう今日はね、どういう展開になるのか、ね、モーターという船足さえね、しっかりとね、はい、やってくれればね、まあ、やっぱりちょっと本命では行くと思うんですよね。今節は予選が3日間なんでね、はい、とにかくこのね折り返しのね、今日っていうのは大事ですからね、選手ともね、一日早い勝負掛けの選手もいますよね。いますよね、はい、はい。2日目本日も最終レースまでお楽しみいただければと思います。さあ、今日も長谷さんにはピックアップレーサーを挙げていただきましたので、はい、まずはそちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ、本日の注目レーサーは鶴本貴文選手を挙げていただきました。注目ポイントをお願いいたします。船足上場で押し切り有力。あら、鶴本選手は船足上場。はい、あのね、出足はね、もうね、悪くないけど、本人はね、はい、まっすぐ直線系はいいと言ってましたね、うん。これやっぱりね、モーターがもうね、来節で終わりますけどね、はい、それ考えてもやっぱ 41% のあるっていうのは、数字のあるモーターってやっぱりね、1年間使える 40% だよね、やっぱいいですよね。そうでしょうね。やっぱ直線系はね、いいしね。でも昨日のね、12レースは2コースか刺しましたね、はい。差し切り一着でした。あの足見ると出足も悪くはないですよね。で、須磨選手、あの一着で、まあ、はい、通算700勝、まあ、区切りのね、はい、通過点をね、クリアしたんですよね。そうですよね。僕たちもね、まあ、僕もね、まあ、シリーズ始まる前に、あと1勝でこうなるなとか調べたんですよね、うんうん、はい。すっかり昨日はね、もうね、波乱だったんでね、忘れてまして、初日にしてね、あの実況のおばさんがね、700勝でしょ、はい、あ、そうだったって思い出したぐらいだったんですけどね。あ、そうだったんですね。だから本当はここでね、はい、700勝するかなとちょっと思ったんですけど、うんうん、でも船足がいい。ここはね、那須選手もね、 40% の高モーターですよね、はい。ただ那須選手はまあ普通くらいかなとは言ってました。うん、でもね、決して悪くはない。山本周一選手もね、前傾日は回り足がもう一つあったらしいんですけど、はい、昨日はその辺はね、良くなりましたよと言ってました、はい。でここは枠慣れ進入と思います。山地選手が角にもしかしたらスロールする可能性もありますけど、はい、枠慣れとも思いますね。3対3ですね、はい。でここはちょっとね、やっぱ本命を信頼したいんでね、はい、ちょっと点数をね絞ってみました。ちょっとなんかこう、長谷さんらしくないと言いますか、なんか別の方が予想したの感じの方ですよね6点ないとちょっとね、そう、大体この印のね、選手で回せる6点なんですよね、はい、そこで那須選手と山本選手のもう2着を固定してね、はい、山地選手は3着までとちょっと睨んでね、はい、こういった4点を出してみました。ここは外枠は大阪選手はね、はい、船足は悪くないんですけど、はい、乗りづらいらしいんですよ。それもね、ちょっとじゃなくて結構乗りづらいらしいんですよね、はい。それを言ってたので、うん、どうなのかな。ヤコ選手もなんか出足回り足もう一つかなと思ったのでね、はい、もう鶴本選手がさーって逃げて、うまく2と3が追跡をすればもうね、はい、
これかな、宇宙力なってほしいなと思います。1番2番から3着3番4番そして1番3番から3着2番4番ということで、はい、さあ計4点、生意気ですよね。4点しか出さないなんてね。本当行きましょうかね。でも行きましょう、ね、はい。さあということで第11レース1号艇鶴本貴文選手主に、注目ということで、はい、このように4点フォーカス上げていただきましたので、皆様ぜひ参考にされてお楽しみください。さあ今節の初のあれ、はい、いきますよ、せーの、はい、困った時の長谷田のみ。さあ今日の、ね、流れがどうなるかというところなんですけども、あの、ね、先ほどのモーターの話もしたけどね、はい、気温が高いせいというのもあって、まあねね、お天気も変わりやすくて、まあ、バチッと合ってなくてね、はい、出足はいいけど伸びがもうちょっととかね、はい、伸びはいいけど出足がもうちょっととかね、ちょっとなかなかね、うん、バランスが取れないの難しいらしいです、うん、でもね今日は2日目なんでね、まあ、昨日のことがあるので、はい、うまく合わせてくると思ってるんですよ実は。だからそこではやっぱりコース状況をね狙ってみたいなと思います。あ、そうなんですね、はい、わかりました。それでは続いてのフリップご覧いただきましょう。さあ今日の困った時の長谷田の実は第9レースを挙げていただいております。ここですね、実は印を迷ったんですよ、うん、はい、僕あの意外とちょっとね、まあ、自分で言うのはなんですよね、うん、印冒険するタイプっていうかね、うん、嘘をつきたくないんですよね、はい、これを本命だけどこれが怖いよという書き方もありなんですけど、はい、ちょっとここはね、まあ一か八かじゃないんですけどね、はい、思い切ってちょっと印を打とうかなと思ってね、小沢選手を本命したんですよ。3号艇に20までですね。普通ならここはもう A1 の橋本選手が本命と思います。確かにそうと思います。はい、でも僕はまずは進入はもつれますよね。2パターン上げていただいております。内丸選手が動くというよりも、はい、赤坂選手が動くと思ったんですよ6号艇で、はい、そうするとやっぱり藤間選手ももちろん抵抗しますよね、うん、小沢選手も抵抗する可能性はあるんですけど、はい、僕の中では小沢選手がね内側からスローから行った時の足がちょっともう一つって昨日言ってたんですよ、はい、スローの効きが悪いのでねちょっとそこだけかって言ったんで、それならすんなりダッシュに引いた方がいいのかなと思ったからね。なるほど。1フタ4、6までスローのダッシュ3号、はい、もう一つはもう赤塚選手が動きたいけどちょっとねモーターの仕上がりちょっともうちょっとだったんでね、はい、まあ動けなくて1フタ4ダッシュ3号6っていうのもあるから、まあでも1フタ4、6なのかなと思いますけどね。あ、そうですか。でもそれでもなぜかというと橋本選手もね、まあ、悪くはないけど僕普通くらいと思ってるんですよね。うーん、西船選手が、はい、最近自分のスタートがあんまりね行けてないってことを言ってたんですよね、はい、なんかタイミング的に自分の狙ってるってことをちょっとなんかねちょっとね誤差があると言ってた。だから昨日ちょっと陰線もね、はい、あれは急になんか向かい風が吹いたっていうのもあるけど勘が合ってなくてもう全然届いてないと言ってたんですよね。昨日ね2走とも2、3、26ということでやはりちょっと届いていないですね。でしょう。そして藤原選手もちょっとねスタートがね昨日の後半もう全然ねちょっとね行ってなかったんでね。そうでしたよね。で言うと出走を読めて分かるんですけど、はい、小沢選手と金子選手の平均スタートこの前1号だから早いんですよ。早いですね。なおかつ小沢選手のこの71号機はもう前世の斉藤勇選手出てましたよね。これコース上機昨日もね2走2連隊本人はなんか出足関係回り足関係がいいって言ってましたね。はい。そして金子選手これも両機58号機、はい、そうですよね。チンペラに、ね、前々日が変わったけど昨日はね6コース回った時は伸びてました。だから伸びを取るか出足を取るかどっちでも綺麗な感じなんで、はい、エンジンいいって言ったんです。だからエンジンはこの小沢選手と金子選手がいいんです、うん、なおかつ先ほど言ったようにスタート力がある選手なんです。もうたまにスタートもいいとなると進入がもつれてくれたら、はい、で僕の思い通りの進入ね、はい、1、2、4、6、3号ってなってくれたら、うん、このダッシュ連動ドカーンと行ってくれるかなと思ったので、はい、印を3番本命にして5番対抗という印を打ってみました、はい。いろいろな考えがあって長谷さんの印を打ったんですね、はい、いろいろ考えてこれで、ね、1、2なんて決まったら困るんですけどねいろいろ考えてモーター進入も連れてモーター良くてスタート力があってということを考えての3号校さん、はいはい、折り返しで3着はもう流しましょう、うん、ここはもう配当的に流しましょうちゃんと流してってことですね。やっぱ3が行ってくれても5は3着の3流し5、3前5というのもいきましょう、はい、うん。
三流し五ということも。そう、ちょっとこのモーターこのもう強調したいのは3番と5番がこれいいんですよ。そうですね。ですからもうモーターお願いよと思ってます。はい、そしてね、地元の赤坂選手も昨日ちょっとね、あの昨日のねレース見てると、はい、出足回り足はもう少しでしょうね。直線は悪くないんですけどね、だその感覚でもう少し出足が良くなれば、まあ、彼もレース上手なんでね、狙いますけどね、はい、ここもしっかり来れば、まあ、流しでね、はい、だから橋本選手も本命を最初はしたんですけど、はい、もう思い切って、はい、モーターで行ってみました。わかりました、はい、さあ本日の困った時の長谷田の実第9レースモーター E2 選手からということで挙げていただきましたので、うん、皆様ぜひ参考にされてお楽しみください。さあということで2日目の本日も展望番組をお付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷明典記者でした。長谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。